んにちは、フェルナンドこと拓也です。よろしくお願いいたします。写真はすべて私が撮影したものです。南イタリアの旅を発信中です。カプリ島では客引きのおじさんの言われるままに小舟に乗ります。日本で予定を組んでいたのはここまでで、あとは試行錯誤しながらローマに行くことになります。それではどうぞ。2月1日金曜日、本日はカプリ島に日帰りで出かけます。港にはタッソ広場から階段で行くことができます。でも市民公園のエレベーターにします。海は穏やかです。ここからカプリ島は見えません。カプリ島とソレント、ナポリの位置関係です。9時50分の高速船の予定で来たのですが、カレマール社のフェリーが早めに出航します。大きな船です。船上から見るソレントの町です。ソレントから岬を回り込んでカプリ島に向かいます。写真はソレント方面です。カプリ島の遠景は帰りの船で楽しむことにします。もうカプリ島に着いてしまいました。でも何の予定も立てていません。人の良さそうな客引きのおじさんに捕まります。カプリ島一周2時間で100ユーロです。どちらにしても乗客は私だけなので、チャーターした気分です。ちょっとはしゃぎすぎでしょうか。カプリ島一周の始まりです。海は泣いています。淡々と船は進みます。岬を回り込みます。青の洞窟です。日本からの団体さんでいっぱいです。とても待ちきれないとのことでパス。他にもいいとこがあるとのことですが、島を逆時計回りに走っているので常に左に回り込む形になります。ちょっと波が立ってきました。島の西側あたりです。灯台を回り込みます。島の南側です。洞窟が見えてきました。海の色が変わって小さな洞窟が続きます。光の加減で海の色がきれいに見えます。正面の洞窟ですが、ガイドブックでは日本語名が見当たりません。勝手に海の凱旋門とでも名付けておきましょう。マリーナピッコラの集落と思われる。大きくえぐれた岩山、その上に何かの建造物がある。小さな洞窟がある。その洞窟におじさん船ごと突っ込みました。水の色の美しさを見せたかったようです。船は海の凱旋門に近づきます。くぐるようです。小舟ならではの技です。正面に見えるのがソレントの岬です。歓迎のポーズをとる人物像です。そろそろ出発地に近づきました。マリーナグランデに戻りました。島を一周しました。感動ものです。カプリの中心へはケーブルカーがあるというが運休中です。バスで行くしかありません。セントロカプリに来ました。展望台からソラーロ山方面です。港方面の眺望です。ウンベルト一世広場です。町をまっすぐ南の海の方に抜けるとアウグスト公園がある。午前中小舟で巡った海の凱旋門が見える。マリーナピッコラ方面です。カプリの町を東に向かいます。狭いのですが東へのメインストリートです。約20分で東の海に出ます。
天然のアーチといいます。セントロカプに戻り、アナカプリ行きのバスに乗ります。バスは狭い山道をガードレールギリギリに走ります。ソラーロ山は雲に隠れていますが、山頂へはリフトがあるという。残念ながら今日は運休です。アナカプリの旧道を歩きます。ビッラ・サン・ミケーレに向かいます。石であったスウェーデン人アクセル・ムントがローマ時代の別荘を改築し居住していたところで、現在は美術館になっています。スフィンクスの像があるところが展望台になっています。港のあるマリーナ・グランデ・セントロ・カプリ、遠くはソレントの岬まで望めます。港に戻ってきました。ソレントへは16時20分発の便があります。今更ですが、カプリは港があり、その上の丘にセントロカプリがあるという立地です。山肌に道路があります。アナカプリの往復で通った道です。カプリ島の地形図です。船は双胴船です。寒いですがオープンデッキにします。全速力でカプリ島を離れます。今回日帰りですが2泊はしたい島です。小舟で回った時の歓迎の人物像が見えます。小さくてわからないかもしれません。これでカプリ島ともお別れです。岬を回り込んでソレントに戻ってきました。25分の船旅はあっという間です。ソレントの宿へは港から歩いて挑戦します。ここを登って達走広場に出ます。港から10分ぐらいです。今日の宿はソレントの旧市街にあります。路地裏に宿はある。部屋は改装されていて現代風な作りになっている。部屋は2段で、上段がベッドルームです。夜の街に出かけます。女性の買い物客もいて怖いという印象はありません。明日からの予定を立てます。ナポリどうしましょう。車の運転大変そうだし、そうだ、船で行けばいいじゃん。35分で着くということだし安全ですよね。早速ナポリの宿の手配をする。車じゃないから港から近い旧市街でいいよね。10時ソレント発の船があります。カプリ島の旅いかがでしたか。次回はナポリです。この旅行記は土日を除く平日の夜9時に更新しています。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。